駆け足でですね、本当に一日一生ですね、これね、成長するってものすごくね、駆け足です。なので賛否も2曲にして、寄りますけども、お母さん来られたのね、お待ちしておりましたわ。はい、では今日はマタイ福音書23章でございます。23章ですね、総括していくつも話があるんですが、タイトルをつけるとするならば、到達信仰ではなく神の恵みということですね。何かをやり遂げてこれを成したらいただく信仰じゃなくて、今日ね、初めての方もいるし、キリスト教の信仰というのは神様からのいただくものです。自分が信じたと思ってても、この信仰を与えたっていうね、もらいもの、プレゼント、それを賜物って言いますね。賜物として僕たちはもらったので、何かをこうして、こう得たものではないっていうことが根本になってきます。これがキリスト教の、他の宗教とはまた違うかもしれませんね。それが、私は本当の神の、ね、姿だなと思うんですけども、何かをやり遂げてこのこう絵を得るものでしたらね、これはエゴヒンキになっちゃうんですね。でも神様が全ての人を救おうとして一人をお与えになったというのがこのキリスト教でございます。この一人をというのがイエス・キリストのことですね。はい、ではこの23章の1節から読んでいきます。御言葉を出しておいてください。はい、聖書のお持ちの方は聖書をまた見てください。1節からいきます。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。京札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の定石や定座や街道の定石が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちに一番偉いものはあなた方に使える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。まずここで、一段落としていきましょう。これの調子は一節にあるように、イエスは群衆と弟子たちに話をした後こう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めていますと、ね、群衆と弟子たちです。群衆と弟子たちが聴衆、聞いてる人たちです。そしてこのような話をしています。律法学者パリサイ人たち、これはですね、旧約聖書の専門家です。旧約聖書の先生、講師ですね、あるいはラビと呼ばれている人たちです。聖書を教える人たちです。はい、モーセの座を占めています。このモーセというのは旧約聖書を代表する、ね、クリスチャンじゃなくてもユダヤ教じゃなくても知っている、ね、海を渡ったモーセですよね。モーセの座を占めていますと言いますけど、モーセの座、これはですね、その街道シナゴーグという、ね、ユダヤ教の教会、ね、礼拝堂にの上役が座る席ということですよね。そこにパリサイ人、律法学者とパリサイ人は違いますけれども、律法学者と言われる専門家の多数がですね、パリサイ派に属していたと言われていますので、こう総称して律法学者パリサイ人と言われています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさいと。
けれども彼らの行いもありいただきません。彼らは言うが実行しないからです。これパリサイ人たちに気をつけなさいよ。立法学者、旧約聖書を教えている。これね、旧約聖書の時代、いや、イエス・キリストの時代の話ですから、ね、イエス・キリストが、ね、生きている時代のユダヤ教の人たち、パレスナ、ね、エルサレム周辺、あるいはちょっと北の方に行っている田舎のガリラヤの話です。その時に、ね、彼らが偽善者だと言ってるんです。まあ今で言う、あの牧師は本当に牧師かよみたいなね、言うね、あの偽善という言葉はね、何度もここで言ってますけども、偽善を簡単に言うならば、言ってることとやってることは違う人のことです。で、説教者が、要するに牧師が一番恵まれるという私が言っていることは、言っている私が嘘をつけないということです、ね、いやあんなこれもう神道ああいうふうに言ったのに言ってることは違うじゃねえかということなんですね。で、あるいは表面上、例えば説教者がね、ね、こう言った、いや例えば許しなさい言ったことに対して、まあ許してなくても許してますみたいな、ね、私は全部許してます、家帰ってカピシャーってこうやってやってたとしても、人の目はごまかしても、天地を作り主ね、私を作られた本当の神の神からは私の心も全部ご存知ですからね、これ偽善者になるんですよね。だから正直に言いますね、私もたくさんの人を許してきました。そして許しのセミナーもしますし、許す秘訣も教えますし、しかし人生というものは生きていれば生きているだけムカつくやつが増えるんですよと、許せないやつが必ず現れてくるんですよ。これが信仰の私たちの、ね、戦いなんです。あるいは戦わなくて済むように、僕はねプロになりたい、許しの、うん、でもっと寛容になって謙遜になりたい、ね、あの謙遜な人っていうのは自分の思い通りにならなかった時にイライラしない人のことですよ。わかる？すごく謙遜ですねなんて言われる時あるのよ。もう自分が謙遜じゃ、もう謙遜なふりもするし、まあ昔に比べたら超謙遜よ俺も、言っちゃなんだけど、それは昔に比べての話で、じゃあどこが基準かってのはみんなわかんないわけで、ね、でも夫婦喧嘩した時、あるいは自分のね指示通りやってなかったじゃねえかみたいな、ね、もう言ったじゃねえかみたいな思う時に、あ俺謙遜じゃねえよってね、自分の思い通りにならない時に、やっぱり謙遜な人はね、これで今だって言える人ね、これがやっぱ謙遜なんですね。はい、それでこのパリサイ人たち、要するにその旧約聖書を教えていたイエス・キリストの時代の人たちの多くはですね、偽善者だって言ってることでやってることは違うよと。だからイエス・キリストがそう言ってる。その中で、こう言ってるんですよね。言ってるけど、一人にはこうしなさい、ああしなさい、この立法を守りなさい、こうしなさい、ああしなさい言うけども、あんたたちやってないでしょ、ね、そういうことです。それから、5節を見ると、彼らは教札の幅を広くしたり、要するにこれはね、まあ時間の関係上言いませんが、出エジプト記の13章の1節から16節、あるいは新命記の6章の4節から9節、新命記の11節から13節、11章の13節から21節の羊皮紙に書かれた御言葉ね、これを家に掲げなさい、門中に掲げなさいっていうね、この旧約聖書を代表するような、神様が家に置いときなさいって言ってる、その御言葉を大きくしたり、するということですね。それから子どもの房を長くしたりしますよ。このユダヤ人たちが着るお召し物ですね、民族衣装みたいなお召し物に、青いね房を4つかな、あいくつか分かりません、忘れちゃいましたけど、こう札がついて、札が来て、そのリボンじゃなくて、何だろう、この紐、青い紐かな、確かね、こう紐がついてるんですよ。これは何を、こう何のためにこんな裾にこの紐をねぶら下げるのかって言ったら、これは、神の命令を思い起こすためにこの房をつけなさいというのが旧約聖書に出てきます。これを別にイエス、ね、この旧約聖書で何センチにしなさいとかね、何キュビットにしなさいとか書いてないよ。
要するに自分のファッション感覚で短くもでき長くもできるわけですよ。でそれを長くしてかっこいいじゃん。その今当時だよ、今言ったのよ。昔私が学生の時は太いズボンがかっこよかったね、かっこいいじゃんみたいな。そのうちにちょっと中学3年生のことボンタンの時もう裾張ってる頃がかっこいいとかね、ちょっと襟が高いのがかっこいい、もう昔なんですよ。でもう高校生ぐらい、もう中学3年生だけど、タンランってこう短くなって、へそ見えるね。ね、もうビーバップハイスクールの時代です。まあ、こういう、こうおしゃれよ、ね、このユダヤ人たちもしたわけですよ。それが衣を房を長くしたって。でもこれ、神の命令を思い起こすためのものなんだよ、これ。ね、だから私は日本に仕えてますよ、旧約聖書に仕えてますよっていう頃、やった。そして、後から出てきますが、あの四つ字に立って、四つ字っていうのはね、もう、まあ、十字路に立って、人の行き交うところに立って、当時は立って祈ることが常識。ね、その中で人々に見せるように、房を長くして、そして長い祈りをね、今でもね、イスラエル、私は一回行ったことある牧師優待ツアーで、教会で行かせてもらいましたけど、もうどこでもね、超正統派と言われている、もう超正統派と世俗派と、まあ、あの国内の争いがあるぐらい。それはもうあの超正統派っていうのはもう生活保護みたいにもう守られてるんですよ、もう国から。で子供産み放題みたいな、もう10人とか平気で兄弟いるんですよ。もちろん同じ奥さんですよ、うち私は4番目の妻なんだけどね同じ妻で10人とか12人とかいるわけですよ。でそれが国で生活が守られてる、税金じゃねえかって言って世俗派の方はこう言うわけだけども、超正統派のこういうね、こうひげ生やしてこういう帽子かぶって黒い服着てね、してる人たちはもうずっとこうやって祈ってます。こうやって急行でも道端でもこうやって本当に俺酔っ払っちゃうけどね、もう頭にもう血が通ってだけど彼らのイスラエルが守られてるのは俺たちが祈ってるからだっていう主張もあるわけですよ。まあそのようにしてよく祈る民族なんだけれどもね、こう本当こういうところ見たことあります？どっかの空港で海外に行くとね、超正統派がこうやって祈ってますとかってずーっと祈ってますね。頭の血大丈夫ですかみたいなはい、そんなことするイエス・キリストのね、あの有名な言葉でね、私もよくでしょ、一人の時が本当の自分ですよってね、クリスチャンが一人の時が本当の自分ですよ。本当に一人でねいる時、私はうんこしながら祈ってますから、いや今日は素晴らしい、もうツルンと出ました、感謝しますってね、もう一人じゃない、いつも。これがね本当の自分ですね。あるいはもう苦しくなくても一人でいるときに本当にイエス様と二人きりに、ね、なってるんだと。病気だったらもう賛美してもう病気を蹴散らすとか、ね、やっぱり人がだからやっぱりこう祈祷会とか礼拝では皆さん祈れるけども、ね、家に帰った一人のときに、ね、それがイエス様ね、僕待って、ね、狭い部屋で祈れっていうことですよね。イエス様言った。あるいはもう忙しいこのね、私もね、15年ヤクザやってね、池袋新宿に住んできましたけどね、もうヤクザね、もうクビになって埼玉に帰って、なんて過ごしやすいとこだろうと思いましたよ。車は少ないしね、職質もないし、わかるよ、職質もねもうないしね、もう渋滞もそんなにはまああるけども、都内に比べりゃねないし、家賃は安いしさ、そんな話してるわけじゃないんだけどね、何が言いたいのか忘れました、はい何言った、本当に忘れちゃった、急に飛んじゃったもん。何言ったんですか。もうほら別にほらレジュメも説教のそれはあれもないからさ、あのレジュメとかの原稿とかないから忘れちゃうの。もうほら後遺症もしかしたら覚醒剤の
え、奥ま、そうだ、奥まった部屋、奥まった部屋でね、でその都会のジャングルの中にこういてね、俺は忙しいんだっつって家に帰ってくるじゃない。その時に本当に一人暮らしでも二人暮らしでもね、旦那さんに、このまあ理解を得らなくて、日曜日はどうしても家庭寂しなきゃいけないっていう奥さんのために、ベトナムでも礼拝をね捧げてきましたよね。2人3人の礼拝捧げる、私は本当に開拓時代を思い出して、本当にこの魂のために礼拝するんだなっていう気持ちになりました。まあ、その時にね、彼らに言ったんですよね。本当に都会にねいて、もう満員電車だ、でも目をつぶってごらんって、どんな喧騒の中にいても満員電車でね、うわもう、で、もう足が浮いちゃうよみたいな、もう俺もね、もう通勤したことあるの、これでもね、もうこう、もう最高線最悪で、もう竹雄さんになっちゃいけないと思って、両手こう上げてもう時間に間違えないといけないと思って、もうここ両手上げて、あーみたいな、その時でも目をつぶってイエス様っていう時に、目をつぶった時に奥まった狭い部屋に入れるはずです。ね、そういうことね、私たち努力してイエス様に会わなきゃいけないですね。よかった、何を話そうか忘れそうだね。グッジョブ。はい。はい。はい、そして、このね、この、7節。広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかし、8節。あなた方は先生と呼ばれてはいけません。というところで、本当にこれはね、論争になるところで。もちろんね、アメリカのアセンブリーの人とか、ペンテコステのある教派の人たちは、本当に牧師のことも先生とは言わないし、それはさっき聖書の言ってる通りです。だけども、同じアメリカでも、パスターなんとかって言って、先生っていう人もいますし、特に日本は、やっぱり牧師も先生、僕、私はもう国会議員は先生と呼びたくないんだけど、まあいいんだけど、それはね、でも、敬ってるなら、日本のね、すっばらしい文化だと思うんですよ、これ、先生って呼ぶっていうのは、やっぱり自分は先生って呼びたから呼ぶわけでしょ、でもうちの教会だと別に信徒さんって言ってる人、行くじゃん、別にしんちゃんでもたっちゃんでもいいのよ、でも、呼ばれたい、呼びたいから呼んでるんでしょ、で、俺もいちいち先生言わなきゃだって、最初言ってたのよ。牧師になって1年2年だ、もう1位って言ってたらもうね、めんどくさい。でしかもね、このまあ先生って呼ばれるとね、人ってみんなこう鼻を上がってくるんだよ。これが人をダメにするわけで、だからこそイエス様言ってるし、もちろんね、キリスト以外に主はいなくていい。で、面白いのはキリストがね、キリストご自身が自分の弟子と群衆にね、キリスト以外はないって言ってるんだよ。すごいよ、ここは本当にね、すごいことだよ、うん、で、特にね、で、日本の中でも、チャック・スミス先生のね、カルバリーグループの人たちは本当にその牧師同士でも牧師に対しても何々さんって言うんです。もう、あ、どうぞって信徒さん OK で、僕ね本当に尊敬して本当に仲良くて、自分の牧師としても、そして人生の先輩でも、本当にこの人本当にこの すごい器だなっていうね、先輩でもある友達でもある、その健常先生っているんですよ。で、彼らのグループもその先生って呼んじゃいけないっていうことを誇示してるんです。で、だけども、で、新藤さん、僕のことも健常さんって呼んでって言った時に、僕にこう言ったの、僕はあなたが大好きで尊敬してるから先生って呼ばせてくださいって言ったの。うん、分かったって。逆にですよ、こういう関係の中においてね、もう私は先生じゃないんです、先生って呼んでくださいって、もし誇示したら、これが立法なんですよね。だから僕たちは先生と呼ばれようが、さんで呼ばれようが、これは立法じゃないんです。呼ばれる方はやはりさんと呼ばれて、そして高ぶっちゃいけないね、そして呼ぶ方は本当に呼びたか呼べって言うんだよ。本当に先生って思ってるから先生って呼ぶわけでね、もし呼びたくないなら呼ばない方がいい。そんな、それ偽善って言うんだよ。心でね、こいつ先生って呼びたくねえよと思ったら呼ばなきゃいいんだよ。
そんなね、そんなことしてっからね。で、自分が自分らしく、自分が苦しくなるのは先週言ったでしょ、自分らしく生きてないから苦しいの。自分らしく生きるのはキリストと共に自分らしく生きるときに自分は苦しくないんだよ。これは恵みの信仰だってね。だから自分に正直にならなきゃいけない。で、もしね、牧師だとか国会議員とか、まあ、学校の先生だってそうや。学校の先生って昔はね、まあ学校の先生いるからちょっと言いづらいんだけども、昔の学校の先生ってのはさ、やっぱりこうバーンぶん殴られたね、バカーンとかさ、腹立ちブーみたいな今やったらすぐ首だよお前。だけども親もその学校の先生に委ねて信頼してね、家庭にいない時に親代わりみたいな、そういう関係の中で言ったけど、今はもう腹いんちな学校の先生もいるしね、そのだんだん先生というものの、その地位というか信頼とか世の中から落ちていっちゃってるわけじゃない。まあだから先生と呼ばれでね、これ川柳でね、先生と呼ばれるほどのバカじゃなしってなんですよ。要するにだから先生と呼ばれてる人間はみんな、私は先生ですみたいな、先生ですみたいなね、だんだん鼻が伸びてピノキオになってね。でも皆さん、あの罪友 DS、 任天堂 DS じゃないですよ、罪友 DS っていうディサイプルシップでやってるんですけど、今油ささぎの学びをしています。油ささぎというのはね、上から下にね、水と一緒です、流れるんですが、へりくだって謙遜な森に流れてきます。だから皆さんがもし神様に愛されたい、あるいは神様に使われたい、神様にね、用いられたいと思うなら、謙遜を学んでくださいと言ってる私も学んでます。だから誰よりも謙遜でありたいって思えば自然に神様に用いられるはずです。だからモーセは見過ぎて何と言われた、イエス様に神様何と言われたの、モーセは世界の誰よりも謙遜だったとか。謙遜さと権威というのはね、低く、こう書いてあるでしょ、低いものは高められる、ね、これは神の法則、霊的な法則なのね。この世の法則は上から下に落ちる。でも、うん、この見えない法則もあるわけよ、ね、助けたら助けられるでしょ、十分の一の献金をしたら全ての天の窓が開くわけ、ね、全てだから、あなたが望んでいるもの全てです、ね、これが開く、ね、これは霊的なことですから、この先生と呼ばれてはいけないっていう、このイエス様のこの言葉も、僕たちが愛を持って理解し、そして愛を持って受け止めて戒めて、呼ばれる方も呼ぶ方もしっかりとしなければ、逆にこれは立法になっちゃう。本当にその人間関係をね、悪くさせる。だから私は本当に尊敬してるから先生って呼びたいんですって。これは日本人だから、あの尊敬と敬いの文化で日本人のいいところだと思うんですよね、うん、だからといって何かこう押し付けられて、よむよむなーってこう言われれば、僕もちょっと違和感を感じてしまうし、そこら辺がやっぱり僕たちやっぱりこの聖霊によって、ね、聖霊様にあって、愛を持って理解し合うということが大事ですよね、はい、ですから11節から読みますね。あなた方のうちに一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされますということです。だから本当のリーダーというのは人に仕える、要するに人のお役に立とうとすることです。でもこれがいい日曜日の説教につながるんですけどもね、人の役に立ちたいっていうその湧き出る喜びの中から、イエス様あなたに愛の応答したいんですっていう喜びの中から来るのと違って、誰かに認められたいから、あるいは教会で認められたいから何か奉仕をしなければならないっていう、この考えから、これは立法です、心の在り方です。愛というのは自発的なものです。誰かに強いられて何かに認められようとするのが世の中の、これはやり方なんです。世の中の法則です。世の中のシステムです、ね、ここがちょっと違う。これが恵みの
恵みもらいもの、神様からもらいものの信仰の違いですね。はい、はい、13節から。バザバイだ、偽善の律法学者ね、偽善の律法学者、パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を裂いているんです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせません。偽善だね。えこれ分かります？自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。これどういう意味だか読んでいて分かりますか？これはイエス・キリストが福音、良い知らせ、私を信じたら天国に行きますよ、十字架と復活を信ずるならばあなたは天国に行くんですよと言っている福音、僕たちが伝道する、あるいは彼女も西村さんから伝道してされた、聞いた良き知らせを聞いた、この聞いた話も誰かが来て絶対信じちゃダメよって、あの人は偽善者なんだからね、自分が信じるときにいやいやイエス・キリストを信じたら地獄にもう極楽浄土に行けないわよみたいなね、もし言うならば自分も入らない。パリサイ人は目の前にキリスト救い主が目の前にいてもわからなかったんです。専門家ですよ、旧約聖書の専門家ですよ。旧約聖書一言で言ったら何人なんだ、キリストの予言です。キリストの予言をが書かれている旧約の律法の専門家が目の前にキリストがいるのに気がつかなかった。どうして？高ぶってたからです。知ろうとしなかったです。で、固定観念です。神が人になるわけない、僕たちの、ね、人生の中で固定観念ほどね、これは本当に厄介なものありません。そしてね、プライドね、プライド。律法学者パリサイ人たちはね、尊敬されてましたよ。町のコミュニティのね、町内の会長だったりね、班長だったりもする。宗教と、その当時は宗教と部落、部落というかその地域社会と密着、同じです。リーダーです。で、尊敬されてたんです。それがラビでもない、専門家でもない、先生でもない、一階の大工のせがれがすごい一発のことを言うわけです。彼らのプライドと彼らの固定観念がね、目の前に天地をつけられた作り主である神の一人がいるのに、それを拒絶したんです。自分も入ろうともせず、入ろうとしている人も邪魔している。これ大きな罪です。もしですよ、皆さんがこの礼拝とは別にうちの教会の会員の人たちが正解に行くこと、いい先生にたくさん聞いてほしい、そしてそれをみんなに分かってほしい。ただいろんなやきもちとか焼いてですよ、例えばこの先生の正解に行かないようにとかって言ってたら僕がこれになるんです。偉大な先生でも本当に私たち聖霊のこの全員に油を持ってます。この聖霊の油によってね、説教をあるいは学びが本当にそれが確かに上からの知恵なのかということが分かるはずです。異端なら異端だって分かるはずです。異端の集会に私も騙されて行ったことあります。しかも韓国まで韓国旅行できるからいいかなみたいな、だけど一日ずつちょっとおかしいな、ちょっとおかしいな、私の油が消えてきるような話しました。やっぱり異端でしたよ。そしてそのね、広場に行った、広場に行ったらね、そのパスタリーって書いてあるんですよ。パスタリーって書いてあって、まあリーさんいっぱいいるからね、どこのリーさんか分かんないけど、それがね、地球を引っ張ってるモニュメントなわけですよ。あ、これはもう間違いないよ、ジーザスだったら分かるよ、イエス・キリストが世界を引っ張ってるわけだけど、パスタリーが引っ張っちゃダメだろみたいな、どこにお前その謙遜があるんだよ、
もうそこでやっぱりもう経営的な通りだ。これだから自分に与えられている油ね、油っていうのはね、油注ぎって言うでしょ、油に火だ、危ねえじゃんみたいなだけども油っていうのは精霊のことですね、油注ぎ、精霊の注ぎですね、こう覚えておけばいいね、簡単です。はい、14節、災いだ偽善の立法がしたパリサイ人、お前たちはやもめの家を食い潰し、見栄のための長い祈りをしています。さっき言ったところだね。だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。これ鍵括弧で書いてありますけども、古い写本で有力な写本ではないということで鍵括弧がついているそうですね。はい、15節、災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは回収者の一人を作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分よりも倍も悪いゲヘナの子にするのです。この通りですね、本当に、このユダヤ教の先生たちは伝道熱心だったらしいです。本当に海を越え山を越えユダヤ教に回収させる。ユダヤ教っていうのはあれですよ、ユダヤ教のユダヤ人のお母さんから生まれてくるか、あるいは男だったら、私だったら異邦人だけど、おちんちんの皮を切って、これ割礼をしてね、そしたらユダヤ人です。途中からでも日本のユダヤ人になることができます。ユダヤ教を信じているかどうかなんです、ね、あるいはお母さんから生まれてるかなんです。そういう回収者を作る。でもね、これ立法というのはね、恐ろしいもので、回収者の方が熱狂的に立法を守ったり、ね、したらしい。僕たちはやっぱり到達する何かをこうゴーグルがあって、こう一生懸命こうやってこう得たものっていうのが、特に日本人とかその勤勉な、ね、民族には合ってんだよね。だからこうなんか滝に打たれたとか、もう何日修行とかあるじゃないね。僕も日蓮宗ちょっと好きな女の子がいてやったことあるんだけど、何日修行とかねあるわけで、滝に打たれるとか、あ、断食みたいな、もう寒修行っつって、もう1月の寒い中に靴下履かないでさ、片びら1枚でさ、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、寒いよみたいな。だからその何かをやり遂げるみたいな、そのものってこう何、仏教じゃないけども立法もそうなんだよな。それで今もそうらしいんだけど、そのラビたちがその回収に、要するにクリスチャンだったら洗礼準備みたいな、その学びに入った時に家に突然ね、隣の晩ご飯じゃないけど急に来て、ちょっと古かったか知らない人覚えない、米助の、まあいいんだけど、それがいきなりコマンって来て、いろいろ冷蔵庫パコッと開けるらしいよ。それで、なんでお前豚肉入ってんだみたいな抜き打ち検査があって、ちゃんとこう合格するとユダヤ人になる、ね、あ、ちなみに言うとですね、ユダヤ人とかイスラム教もそうなのに、豚食べれません、うなぎも食べれませんね。いろんなこの食べ物の規定があるんですね。汚れてる、汚れてないよって食べるものはね、だからもうね、肉もね、ステーキもパッサパサの、もうパッサパサの、もう血が出てこないようなね、パッサパサの、美味しくない。もうマクドナルド行っても、パッサパサの、まっずい、まっずいマクドナルドが食べれます。イスラエル行ったら、私経験してきましたから大丈夫です、はい、嘘は言いません。そういう血抜きしなきゃね、肉は食べれないんです。血はね、命なんだよ。そう言われたらそうだよね、命そのものでしょ、うん、はい、はい、では次いきます。災いだ目の見えぬ手引きと、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも神殿を指して誓ったなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったその誓いを果たさなければならない。目の見える者たち、目の見えぬ者たち、
供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。だから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものを指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まれる方を指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそのそこに座しておられる方を指して誓うのです。これちょっと分かりづらいかもしれません、初めての人はね。どういうことかというと、この当時というのは言ったことを撤回できた、要するに約束を破ってもいいよっていう、なんかそういう文化みたいになってたんです。ですからどうせ守られない、約束だったらするな、まあ短く言えば、どうせお前たち約束したって破るんでしょと、破っていいようにあそこで刺したのものはね、破っていいんだよっていうことなんです。ですぐ誓ってたんです。イエス様の言われているのは誓い不要の福音です。誓わなくてもね、もうやると決めたろうと、ね、それを果たしていく、責任を取っていく、ね、イエス様は一番自分の責任を取りましたよ、皆さんのために十字架というところでね、自分の使命を果たしました。僕たちも責任を持って自分の人生を全うしなきゃいけません。いいですね。この当時の分かりやすいのは、ペテロはね、ペテロがね、イエス様あなたが死ぬなら俺も死ぬって、一緒に死にます、何は欲しいみたいなね、たとえどんなに恨んでいてもみたいな感じにいたのに、イエス様が十字架に捕まるときに一目散に逃げて、一番先頭で逃げたね。で、めめしいからイエス・キリストが捕まって、でもう裁判にかけられてね、もう偽証をかけられて、椿かけられて、ウェーとかってやられてね、虐待もされてね、その裁判を、ね、逃げたのにまたイエス様大丈夫かなってこっそり見に行ったとね。で、火に当たりながらね、やった時にそのイエス様の捕獲した仲間たちが、あれ、あなたはあのガリラヤのイエスの仲間、いや弟子じゃなかったんじゃないですかって言った時に、違うそんな言うなら見に来るかよと思わない、みんなね、めめしいんだ。でも弱さだと思わないね、嘘つきたくないのに俺たちだってオス言っちゃうじゃん。皆さん会社にいた時にね、いやもう死んでもいないのに親戚殺したことない法事がないのに法事って言ったことない、俺だけ人間の弱さだよ。ペテロも同じ、命かかったんだから。俺もね、あのヤクザ同士の喧嘩でね、あの中野のブロードウェイでね、2対2でバーンって、たまたま勝った。その時に1人バーンって逃げた、背中をバーンって掴むから、もうビリビリって背中が入れずに見えてバーって逃げていった。それを見るとね、イエスキリストを置いて一目散で逃げたペテロをね、読むともうブロードウェイがもう焼き付くんで、ああペテロはああいうふうに逃げたんだなみたいな。まあ俺だって逃げ出そうとしてとっ捕まって6体とボコボコされて、1ヶ月2ヶ月もう全身打撲でもう虫のぎだった時もありますけどね、勝ったばっかりの喧嘩じゃない、怪我なんかやったりやられたり、まあ、それはいいんだけどね。で、極めつけはイエス・キリストがね、ね、その時にあなたあの人の弟子じゃなかったかねって言った時に、いやいや違う、2回言った、3回目呪って誓って言ったんだよ、嘘を誓って言った。嘘を誓えるってすごいよ。これがペテロだけじゃない、その当時の人間が嘘を平気で言ったと。そういうことをね、変える、これがイエス・キリストが生まれてきたね、一つのもう素晴らしさですよ。イエス・キリストを信と私たちね、ここにね、油、聖霊という油があると平安がなくなるんですよ、嘘つくと。これが僕たちは正しく生きているってね、本当にその人が
イエス・キリストを信じてるか信じてないか確かに分かる方法は、その人の生き方が変わったかどうかです。私が変わったと皆さん認めてくださってるから、ちょっと話を聞きに来てるんですよね。未だに覚醒剤やって覚醒剤売りまくってる人間の話聞かないですよね。皆さんの人生が生き方が変わるならば影響力を与えていきます。これがクリスチャンです。これが私たちの人格がキリストに似てくるという、これがキリストの似姿、これを聖化、聖なる化けると書きますね、キリストよりもね。はい、次いきます。23節、まだ言ってる、わざわざ事前の立法学者大祭人、お前たちは八戒、ノンド、クミンなどの十分の一を収めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしています。これこそしなければならないことなのに、ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。ねえ、イエス様、十分の一をおろそかにしてはいけないよって言ってるね、十分の一は旧約聖書で終わったよっていう、プロテスタントの神学も一部ありますけれども、私はそれ取ってません。立法が与えられてからも文書化されましたけど、立法が与えられる前のアブラハムもね、皆父祖たちはやっていましたね。これは天地創造から再臨の時まで、要は改まるまでこれは変わらない、私は信者と私は信じてます、ね、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているんだよと。このところはね、ホセア書の6章の6節、開ける人だけでもいいんですけども、誰か先に開いた人を呼んでくれたらありがたいね。ダニエルの次がホセアかな。ホセアね、この間進学校で教えてきましたが、ホセアの6の6、これ主題ですけどね。はい、開けた人いる？6の6。はい、勇気を持って。誠実を喜ぶが生贄を喜ばない、善証の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。はい、誠実を喜ぶが生贄を喜ばない。生贄でね、あるいはこのサムエルが言いましたね、従うことは生贄に勝りますね。僕たちの誠実さというのは行動です。で、生贄、要するに何かの儀式でね、それがペイになるってことはありません、ね、はい、じゃあもう一個開きます。ミカ6の8。俺の聖書にミカはないとかって言わないんですよ。それミカというのはね、女じゃありません。ベツレヘムにイエス・キリストは生まれますよという予言をした人ですね。はい、誰か早い人。ミカ、はい、6の8です。1525ページ、はい、どうぞ言って。はい、主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、蹴り下って、あなたの神と共に歩むことではないか。はい、OK。 まあ、ここだけに、あとゼカリアもあるんですけども、
儀式的に認められたいから10分の1の献金をしても正しい心でしていなければ、ね、同じです。神様に、ね、喜ばれる永遠の命をもらった私たちの喜びの中で、ね、10分の1を、ね、捧げるって大変なことだと思います。税金払って家賃払って光熱費払って、ね、生活費、ね、でもそれを支払う前に初物としてまず最初に10分の1を捧げるっていうのは信仰がなければできませんよね。私はもう親と同居してましたから県庁出てきてね、最初まあそういった意味では家賃がかからなかったのでできたのかもしれませんけども、まあ独立してからも足りないことはありませんね。そればかりか県庁出てきた人たちを養って行くことができましたよね。これは10分の1を捧げてきた。聖書に言っていることが本当にそうじゃなかったら聖書じゃないんですよ。神様は嘘つきになっちゃう、ね、全ての窓を開くんですから、経済の窓も健康の窓も人間関係の窓も全ての窓が開くということです。うん、10分の1をおろそかにしちゃいけないよって言ってるんですから、おろそかにしちゃいけません。まずするべき、これはちょっとストロングにならなきゃいけないかもしれませんけど、洗礼の時にも制約の時に言う、私は今言わない時もあるけども言う、ほとんど言う時であると思うんです。収入の10分の1を神に捧げますか、もうそこでアーメンと言ってるはずですけれども、ここはおのおのに任せるところが大きいですけどね。目の24節、目の見えぬ手引きども、舞踊は越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。これどういう意味かというと、お前たちは細けいことにうるせえけど大事なことに見逃してんじゃないかということです、ね、細けいことに、まあ、目くじら立てやがってって、だけどお前目の前にキリストがいるんだよってということです。はい、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えるパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。内側は偽善と不法でいっぱいです、災いだ。これでどういうことかというと、まあみんな分かるように外側をきれいにしたって、お前たちの中身ね、本当の心考え方、クリスチャンだとね、考え方が癒されてる人多い。古い考え方ね、いいことの時に悪いこと起こるのかなとか ね、そういうこと、あるいはバチが当たるんじゃないかなとかねこれ古い考え方ですよ、ね、考え方が癒されるけない、心は癒されるね、考え方も癒されるけない、クリスチャン多い、ね、病気になった、ね、ああ私は死んでいく、あるいは怪我した、ね、祈らないで医者に行く、まあ、もちろん医者行かなきゃいけないですけどね、一番頼らなきゃいけないのは医者じゃなくてイエス様ですよ。その時に医者にもその力が及びます。私もね、手術ね、腎の手術もしたし、ね、このコブの手術もしたし、ね、もうね、医者を信頼しないわけじゃないけど、もちろん信頼してるけど、イエス様、このお医者さんが失敗しないようにどうぞお願いしますってね。字の時も大変でしたよ、本当にね、字が一番大変でした、ね、字、新宿の社会保険病院にやりましたけど、あそこ一番うまいと思います、はい、あ、すみません、なんかね、自分がマナーモードにしてなかったというね、はい、失礼いたしました、気をつけましょうね、はい、ですね、この白く塗った墓だっていうのは、その当時のエルサレムの墓は白く塗ってたそうです。それは巡礼者たちが
近づかないようにっていうことで、白く塗ってこう俺お分からんだよっていうことを目印とするために白く塗ってた、そうなの、綺麗にね、そうらしいです、うん、それになぞらえてお前たちは白く塗った墓、外見はねラビのようにね立法学者のようにね、見えるけどお前たちの中身を清めなさいってイエス様は手厳しくこうずーっと言ってるわけですよね、29節もそうですよね、ね、預言者たちの記念碑を建てるけど自分自身がその預言者を殺した子孫だっていうことを証明してるんだっていうことなんですね。はい、ちょっと時間かけちゃおう、また飛ばします。34節、だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの力、この方神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流される全ての正しい血の報復がお前たちの上に来るためです。誠に誠にあなたにときます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。イエス・キリストが使っていた、今もそうでらしいんですけども、このヘブル語の聖書、ヘブル語の旧約聖書は第二歴代史が最後に来ています。でもクリスチャンが使う聖書はマラキ書が最後に来ています。なんでなんでしょう。変えたからです。変えたからでしょ、クリスチャンが変えたからでしょ。そうでしょ。なんでかというと、バプテスマのヨハネが出てきます。バプテスマのヨハネはエリアの祭壇でしょ、ね、エリアの霊を持ってエリアの祭壇でしょ、ね、これはマラキ書の予言です。マラキ書の予言で、予言者の最後がマラキです。でマラキから中間時代があって、何百年も予言者が現れないで突然出てきたのがバプテスマのヨハネです。だから分かりやすく書いてるんです。でもイエス様が持っている旧約聖書は第二歴代史が最後ですから、第二歴代史の殉教者、要するに正しいものなのに悪い人たちに殺されたザカリアの血まで、アベルというのは最初の殉教者、お兄ちゃんに殺されたね、このアベルの血とザカリアの血の、この旧約聖書を貫く正しい人たちの血の報いがこの時代、イエス・キリストの時代に来たということです。来るよ。で実際に来ます。はい、実際に AD70 年にね、ローマによって、神殿が破壊され、そして、このユダヤ国家が離散して、つい70年前に2000年の時を経て、ちょっと皆さんハワイに行ったって日系の人3世になったらもう日本語喋れないですよ、ほとんど喋れない。うちの奥さんはハワイの人20年いたんですけどね、ハワイに今帰ってますけど、3世の人うちにハワイの日系の牧師来るでしょ、ほとんど喋れないよ。2000年何百代よ、何百代も国を追われて、そのアイデンティティ、先民、これが先民です。ユダヤ人たちがどんなに絶滅をしようと、あのヒットラーの時代の時もそうですけど、ヒットラーがあんまりに有名すぎますけど、実は世界各国、ロシアでもどこでもユダヤ人撲滅作戦というのは2000年を通して各地で行われてきました。それなりに絶滅しなかった。そしてこの20世紀最大の奇跡、イスラエル国家が樹立するわけですけれども、そこで聖書の神が生きておられるということが、37節、最後です。
ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私はメンドリやヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とあなたが言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることがありません。もしユダヤ人が見るとき、イエス・キリストがもう一度金トンに乗ってやってくるんです。雲に乗ってラッパを吹いて、天の軍勢を引き連れてもう一度やがってくる。新しい天と地を賜るとき、親鳥がこのヒナを守るように、イエス・キリストを持ってこのユダヤ人たちを守ろうとする。しかしそれをも拒んで、単性単性育てた我が子に裏切られる親のように、まあ裏切った息子が言うのもなんですけどまあ悔い改めて思ってきますけどね、そんなに辛いものはありませんよ。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、エルサレム入場、十字架にかかれる前もホサナホサナと言って、この同じように主の皆によって来られる方にと言って歓迎するのに、人々の心はこいつを十字架にかけろ、社長社長と言ってもみ手をしていたのに、その人がその位から落ちた時に助けないようなんですよね。愛って何でしょうか。深く考えさせられますよね。僕たちは実際愛なんて持っちゃいないんですよ。すぐに怒るし、すぐに裏切られれば根付きそうと思うし、許したくなくなるし、踏んづけたくなるしね。でも神は愛ですって。神と僕たちが本当に一体となるとき、それは僕たちが神様を愛するときに初めて愛を流すことができますよ。人間の愛っていうのはいつも条件付きです。これをしてくれたら、こうしてくれたらね、謝ってきたら許しますみたいなね。謝ってきて許すんだったらその人に支配されてるんですよ。でしょ。もう相手がね、余計に100倍もっと悪口言ったって許します、愛します、変態です、はっきり自分をいじめるやつのことね、ね、できないよ。精霊に教えてもらったことは油にね、それはね、好きにはなんなくていいって、でも愛することができるって、わかる。好きになれないんだよ。で、好きにならなくちゃっていいんだよ。好みの問題、エロスの問題だ。だけど愛するっていうのは決断なんですね。どんなに俺の悪口言っても、俺を踏んづけて2チャンネルだろうと、2チャンネル書いてくれたやつ俺愛してんもん今、ほんと変態だ俺。イエス様に会って本当に、で彼らはいて苦しいんだけど、彼らのおかげで俺悪口書かないもん、絶対インターネットで否定的なこと書かないもん。教えてくれたんだよ彼らが。で、彼らが救われるように祈るじゃん。俺すげえ祝福されてるから見てよ、前科7班でさ、ね、覚醒剤中毒でさ、指もないのに入れ墨もあるのにさ、世界飛び回ってさ、こうやってお話ししたのすげえもらってんだよ。同じようにこうやってこれーとかいうやつは多分こんなことなってない。神様絶対見てる、私の心を見てるね。心の在り方ですよ。
白く塗った墓の中身なんだよって、きれいに着飾ることもきれいに消し出すこともできる。でも僕たちの心を見るイエス様に僕たちは愛をもらってるし、ね、その愛がある限り僕たちは愛していくことができるんですよ、ね、嫌いなやつをね、ね、好きにならなくていい。でも愛するって決断するときに神様の力をくれます。正しい態度を取らせてくれます。で、それを拒絶されてももっと愛しちゃうみたいな、変態だなやっぱりすごい変態だな。でもいいと思う、その変態超いい、いい意味で変態でいいと思う。だってそれが自由なんですよ。僕たちの心が自由であるってことはね、こういうことなんです。誰かの機嫌とか誰かの言葉に左右されずに生きていくってことですよ。これが可能なのはイエス・キリストの愛に生きる時だけ。そんなかっこよく言ってるけど、俺だって一人の時にね、こんなんやろとかね、もう布団の中でさ、もううーんみたいな、だけど決断するんだよね。あ、待てよって、俺こんなに祝されてんだよなってね、なんでだろうって、いつもね、なんでですかって。それはね、一つ言えることは許すことと愛することをいつも決断してるってこと、根に持たないってこと、これだけです。でもねっていうのはね、ついてくるの。忘れたと思う忘れた、飛んでいますとか言ってもね、次の日またもっとあれいるよみたいな、忘れて許すはずなのにまたここにいるよみたいな、また切るんだよ。で告白する。人に左右されないようにしよう。イエス様だけにね、縛られていきましょうよ。それが本当の自由ですからね。そのためにイエス様は私たちが心が自由になるように十字架にかかりましたね。私たちはそういうね、恨んじゃうこと、憎んじゃうこと、許せないこと分かってんのよ。そんなこと、それで自分をね、責めたりしちゃダメよ。そのために十字架にかかったんだからね。自分を責めたらこの十字架虚しくなっちゃうからね。だからイエス様、こんな自分ね、のために時間かかったの、ね、許せないけど、許したいから、許しますからね、ありがとうって、それで毎日を乗り込んでいこう、乗り切っていこう、今週も乗り切っていこうね。その積み重ね、それを成果と言います。お祈りします。天の神様、あなたはなんと偉大な方でしょうか。あなたはなんと素晴らしい方でしょうか。ちっぽけなこの私の心を宇宙のように広げてくださって、今日来てくださるお一人お一人の心も無限大に広げてくださって、そしてその地境を広げてくださってありがとうございます。主、私たちは宣言します。あなたにあってできないことがないと書いてありますから、そのことを信じます。またあなたと同じ技、あるいはあなたよりももっと偉大な大きな技をするとイエス様、あなたがヨハネの福音書で約束していますから、そのことを信じます。私たちにも可能な不可能なことはないと信じます。神様、目の前にある立ちはだかる私たちの困難や、また乗り切れないようなものがあったとしても、それを打ち破る力があります。なぜなら私たちは不可能を可能にするあなたの力を帯びているからです。あなたに力があります。あなたに権威があります。私たちはその権威を行使します。どうぞ私たちにその問題を打ち破る力、あるいは自分自身のその殻を打ち破る力、どうぞ与えてください。いつもを愛すること、いつも許すこと、いつも育むこと、いつも使えること、喜びのうちに私たちが誰かに認められたいとか、そういうことではなくて、本当にあなたに愛されたその感謝の思いで湧き出すように。今皆さんのために、私自身のために、イエス・キリストの名によって今宣言して命じて祈ります。喜びを湧き上がりなさい。もっと喜べ、今最高に喜べ。主にあって喜びが湧き上がるように、泉のように命の水の川が流れ出るように、イエス様の名前として祈ります。
アーメン。感謝します。